炊飯器を使ってサバ缶ご飯作っていきますよお米1合を洗っていきます鍋の底にかき混ぜ機が当たらないようにシャカシャカ洗います指定の水の量を入れた後サバ缶を汁ごとぶち込んでいきます次にレモン汁と生姜を入れますレモン汁はちょびっと入れます サミを消してくれます生姜チューブ 1.5cm くらい塩分気にしない人は塩ちょこっと入れても美味しいです炊飯をして出来上がりです